スペインのオイル付けアンチョビカタクチイワシカインクローリデイは二品目に属するトガの一つ。総称的にアンチョビと呼ばれる。イタリア語でアッチューガオクシャが、フランス語でアンショワア,アンチョス。日本では特に塩造品にした食品を指すことが多い。食用以外に肥料や飼料としても使用され、粉状に加工したものは魚粉やフィッシュミールと呼ばれる。煮干しや 魚醤も生のアンチョビを使って作られることがある。上顎骨の後端が目の位置よりもずっと後ろまで伸びるため口が大きい。これは、ウルメイワシカやニシンカとの顕著な違いである。フンはやや尖り、下顎よりも前に突き出ていることが多い。顎の葉の発達は種によって様々である。カタクチイワシアカは、 体が細長い円筒型に近く、外見はイワシに似る。越赤はそれほどイワシに似ておらず、高く立った特徴的な背びれを持つ。背に青みがかった、いわゆる青魚である。腹側は銀色である。約20種の淡水産種が知られ、南アメリカを中心に分布する。二ン化とは異なり、本化魚類の化石種は極めて少水しか知られていない。ほとんどは、 プランクトン食だが一部に魚食性種がある。エツアカ、コリニーは約6属50種を含む。腹期の前後に両ウロコを持つ。尻びれが長く、エツ属ではオヒレと連続する。カタクチイワシアカ、インクローリニーは約11属100種を含む。腹部の両ウロコは腹期の前方のみにある。尻びれは短い。ほとんどの種は 南北アメリカ大陸の沿岸に分布する。FAO 調べ2005年。世界的にはアンチョベータが非常に多い。乱獲により減少しているが、それでも種別の統計で2位のスケトウダラに数倍の差をあけて1位である。日本で主に漁獲されるのはカタクチイワシである。エンゾ蔵アンチョビを乗せたピンチョス右上に見えるのがエンゾ蔵アンチョビ。そこにクロオリーブ。 ニンニクを加え、オリーブ油であえれば、南仏風の万能ソース、アンショヤードができる。塩蔵品は、3枚におろして、内臓を取り除いた小魚を塩漬けにして、霊暗書で熟成および発酵させたものである。オリーブオイルを加え、缶詰や瓶詰にする。主に、イタリアやスペイン、モロッコで生産されている。缶詰には、 三枚におろした新肉をそのまま平らに並べたフィレータイプのものとその新肉をケッパーの身を芯にして渦巻き状に巻いたロールタイプのものがある。ペースト状にしてチューブに入れられた製品もある。塩蔵アンチョビはヨーロッパの料理によく用いられる。そのままあるいはペースト状にして食べるほかサンドイッチやカナッペの具としたりピザ、パスタ、サラダの味付けに用いたりもする。 この他にも、アンチョビを用いる料理には、ヤンソンの誘惑やバーニャカウダがある。欧米のウスターソースにもアンチョビが含まれている。なお、アンチョビと似た、加工食品に、オイルサーディンがあるが、アンチョビは、塩漬けにした片口イワシで非加熱であるのに対して、オイルサーディンは、油漬けにした、サーディンで加熱したものである。アンチョビの方が、はるかに塩辛く、オイルサーディンよりも、 小さな魚を用いて作られる。また、オイルサーディンは、普通はと内臓を除くだけで、三枚にはおろさない。マレーシアでは、インドアイノコイワシ族や台湾アイノコイワシ族の、小魚を茹でて、塩漬けにした後、乾燥させた、食品、イカン、ビリスが、サンバルの材料として、また、カリカリに揚げてなしるま、のおかずやパンの具にして、日常的に食べられている。 同様のものをインドネシアではイカンテリという。日本の田作り日本では、カタクチイワシを塩茹でした後、素干ししたものを煮干しなどと呼び、食用や出汁を取るためによく利用する。日本では漁獲量のほぼ100%が加工用として出荷され、鮮魚が市場に出回ることはないが、取れたてのものは刺身でも食べられる。 青魚独特の油があって美味だという、ありがとうございます。